はい、こんにちは。おはようございます。沖縄おばばです。はい、えー、今日はね、那覇市は雨です。はい。えーえー、猫たちもね、さっきまで大暴れしてたんですけど。ほほほね、今こんな状態ですね。はい、えー、うんゃさんも後ろで寝てます。はい、えー、っとですね、なんというかね、みけさんはケージの中ですね。えー、またね、なんというかね、えー、あの噂が出てるみたいですね。 あのね、えー、キンキンにね、お冷えになった冷え冷え放送がね、2月中に、1月中に来るんじゃないかっていう話が出てるみたいですけど、あれ私推測なんですけどね。まあ、これ推測です。あの、ブルー、ブルーグバームっていうあの、経済、経済誌やりますよね。あの、ま、ネットでも見られますよね、ブルー、ブルーグバーム。はい。 あの経済誌がですね、えー、何日か前ですね、バイジーさん、はい、バイジーさんがね、えー、アメリカのね、アメ国のね、はい、いアメ国の仮想のね、えー、仮想の通貨ですね、はい、仮想通貨を発表しますよって、はい、発表する準備をしています、予定をしていますということが、あ何日か前に、えー、報道されました。 はい。そういうことでございます。もしかしたら、ああ、まあ、そのことを勘違いして、こう言ってるんじゃないかなっていう感じですね。仮想通貨といえばね、いろいろなことが関係していますから、ああ、それで広まった噂なんじゃないかなって思ってます。はい。えー、まあ、なんていうのかな。キンキンに冷えた放送はね、もう今でもソフトなのが、あの、徐々に徐々に出てるんで、 えそういう形でなんじゃないかなって私は思ってます。あのー、なんていうのかな。今ね、キンキンに冷えた放送をやっても、多分ね、えー、アメ、アメ国内で信じる人はいっぱいいるかもしれないですけど、世界的に中のはね、ちょっと無理があるような気がします。はい。そういう感じですね。はい。えー、まあ、来たら来たですけどね。はい。えー、まあ、でも、私の推測では、ブルームバーンム、 ブルーグバームですね。はい、経済誌ブルーグバームが、はい、えー、1月中にね、バイジンさんがね、えー、いわゆる、アメの国のね、えー、公式の仮想の通貨を発表する準備をしていますよって、それが1月中に、 えー、行われるということを、示唆している文書が見つかったんで、多分私はね、えー、それのことじゃ、なんじゃないかなって思います。はい。えー、それがね、ちょっとあのーい、いわゆるね、仮想通貨って言えばね、えー、あれですから、はい、あれ、はい。なので、いろんなこうね、ね、えー、憶測がね、飛びますからね。しかもね、国が出している仮想通貨っていうのはね、 えー、C、の国ではありますけどね。雨の国はね、えー、まだでしたからね。えー、もしかしたら、あの、月長なんとかとかね、ゲ、ゲーなんとかとかね、えーね、ねなんとかなんじゃないかっていう、こう、憶測、プラス、えー、ね、えー、お冷えになった、ああ、放送ということでね。はい、えー、まあ、そういうふうな、ああ、ことなんじゃないかなって思ってます、私は。だからね、 あれは、うん微妙な感じですね。はい。そういう感じです。まあ、来たら来たでしょうけど。私はね、多分ね、それは、あの、冷えた放送のことはね、このことがこのことなんじゃないかなと思ってます。あの、緊急ではなくてね、えー、その、仮想通貨のね、えー、アメ国の、お仮想通貨の発表がありますよっていうことが、ちょっとね、えー、こう、 を曲がって伝えられたんじゃないかなってちょっと思います。はい。ええー、まあそういうことなんじゃないかなと思ってます。はい。ええー、まあね、今でもこう、キンキンに冷えた放送はね、ソフトな形でね、えー、いろんなね、曲が、はい。テレビの曲曲がね、えー、アメ国の場合はやってますからね。はい。まあそういうことです。はい。ええー、まあ皆さんね、ええー、私はそう思いますよ。はい。どうかわかんないですけどね。はい。 それでは皆さんまた、あごきげんようまたね、あげます。まだね、ニュース入ってきてるんでね。はい。それでは皆さんまた、はい。またしシャああ、かわいいですね。かわいいですね,ね。